今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。名前が伸縮マシュマロ串。実際にマシュマロを焼いたことは、ないですね。これは絶対嫌ですよね。こんな風にね、ぴったりと収まりますね。なんでこんな面倒くさい加工をやってるかっていうと、これによって毎日網を金ブラシで洗うというあの面倒な手間がなくなると思えばですね、やる価値はあるなと思ってやっております。ここまでしかね、このステンレスの軸はね、来てない。この端から37ミリのところまではこの金属の棒が入っている計算になります。したがって残りの部分、ここが測ると69ミリだったんですけど、この部分については必要ないのでカットしても問題ない。中にステンレスの軸が入ってないということになります。したがってこれ全長がですね 30.5 センチなんですけど、この69ミリ分はですね、新しい取っ手をつけるとこの辺りに来ますので、取っ手がそうすると短くなりますから、全長も 30.5 から23.6 ぐらいの長さにできるので、25センチ以内にすることができるんですね。これはね、もう理想なので、この先端もね、切らなくて済むので、こういう加工を目指したいというふうに思います。皆さんこんにちは。ここからは外で撮影したので、また私の方で解説します。よろしくお願いします。グリップの木材を外すために、スノコベンチの隙間を利用してバトニング風に割ってみることにしました。ステンレスの棒がどこまで深く入っているかわからないので、ナイフの刃を傷めないように、少しずつ割っていきます。ネット通販で探せば、それなりに厚みのあるフルタングナイフも、1500円ほどで買えるので、DIY をする猿にとっては、とても助かります。うまく割れました。スノコ状のテーブルがない場合でも、二つのレンガなどを隙間を空けて並べるなど工夫すれば同じように作業できると思います。で、実際に気になるのは、ステンレスの棒がどのぐらい深く埋め込まれていたか、なのですが、これは猿の予想と違ってました。猿は伸縮する一つの節の長さが、13センチであることから推測して、37ミリほど埋まっていると思っていたのですが、実際には、それよりも深く埋まっていて、45ミリほどでした。つまり、一番手元に近い節だけは、他の節よりも少し長かったようです。まあ、多くの視聴者の皆さんにとっては、どうでも良い情報だと思いますが。使ってた接着剤が思った以上に強力なせいで、二つに割っただけでは外れませんでしたので、さらに割り進めていきます。そうそう、もし作業をされる場合には、手袋で手を保護するなどの安全対策を忘れないようにお願いします。思った以上に気持ちよく割って外すことができたので、もう一本もやってみましたが、意外と苦戦しました。木材の個体差によって、このようになるみたいです。そして、ここからの作業は結構大切なポイントなので、解説しておきます。猿の予定では、この後、木製のグリップを自分で作るつもりなのですが、作ったグリップにステンレスの伸縮棒を差し込む際に、棒の周辺が滑らかでないと、深く差し込むことができない場合が多いので、棒の周りについた木材の残りカスや、接着剤の塊などは、綺麗に削り取っておいた方が無難です。
グリップに開ける穴の直径を少し大きめにしても良いのですが、なるべくぴったりのサイズの穴を開けたいので、ステンレス棒の周辺はなるべくきれいにしておきます。接着剤のカスを取るためにサルはペイント薄め液を使ってとかそうと試みましたが、この接着剤は全く溶ける気配がなかったので、結局、100番程度の布ヤスリを使って、きれいに削り取りました。サルはゴール板を持ってないので、このように木材をクランクで固定して、真上からハンドドリルで穴を開けていますが、専用の道具を使った方が、確実にまっすぐ穴を開けることができます。マーサルが中学生の頃は、電動ドリルもクランクも家になかったので、木材を両足で挟んで固定し、手動ドリルで穴を開けてたそうです。便利な道具があれば一番良いのですが、なければ、手元にある道具を工夫してみる経験も、後で役立つみたいです。直径7ミリの穴を開ければ伸縮棒を深く差し込めることが確認できたので、次に、開ける穴を深さとグリップの長さを決めます。サルの持っている直径7ミリのドリルは、一番長く使った場合でも90ミリでした。そこでグリップは95ミリにしてやることで、櫛の全長が、最もコンパクトになるように長さを決めました。これで2つのグリップの元が完成です。どちらも穴は深さ90ミリ開けてますので、1本はギリギリ貫通しない長さの95ミリにカットしましたが、もう1本は長さ100ミリにしてみて、木材が薄くなっている部分の強度や、手で掴んだ場合の持った感じの違いを確認することにしてみました。それから、穴の内側が少しでも滑らかに広がるよう、ドリルを低速で出し入れしながら整えていきました。ただし、この方法でドリルを使うことは、慣れてないと危ないので、決して真似しないでください。よろしくお願いします。伸縮棒をグリップに差し込んだ時に、
穴の一番深くまで刺さっているかどうかを見て確認できるよう、棒に90ミリをマーカーしています。実際に差し込むときは、木材と棒との間に生じる摩擦で、それなりに大きな抵抗があることが予想できます。力ずくで棒を押し込んで、もしグリップの木材の薄い部分を壊してしまったら、元も子もないため、こうしたマーカーが後で役立ちます。最初は動画に映っているような感じで穴を開けたのですが、最終的には穴を開ける位置や方向を少し変えました。実際に使ってみていくつか気づいたことがあったからなのですが、それは動画の後半でご紹介していますので、よければ最後までご覧ください。ただこの状態で穴の開き具合を判断した限り、ボール板を使わなかった割にグリップの長辺方向に平行なまっすぐな穴を開けることができていたので、猿自身は満足していました。さて、いよいよグリップの形を整える工程に入ります。持った時に角張った部分が当たっていたかったので、最初はサンダーで角を丸めます。すでにお気づきのことと思いますが、今回作った取っ手はテーブルなどに置いた時に転がらないよう四角いグリップにしました。買った時のグリップは丸かったため、置くと回転して食材を刺す櫛が地面に当たって衛生的に好ましくなかったのですが、これで解決しました。また同じ衛生面への配慮で、置いた櫛が少し上を向くように穴の開け方を変えました。わずかとはいえ、櫛が上を向いていた方が食材を刺す部分が何かの拍子に汚れることを防げると思いました。ほんの些細な工夫ですが、いいなと思った方はグッドボタンを押して教えてください。
では焼き串の取っ手グリップですね、これのバリエーションが完成したので紹介してみようと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。5種類ありますので右から順番に1本ずつ紹介していこうと思いますが、元のグリップがどんなものだったかわからないと思いますので写真でね出しておきます。ではまず1本目ですね、こちらになります。見てすぐにお分かりの通り、これは最初の角柱のままですね、穴を開けただけというものになります。まあある意味一番ね武骨でね、好きな方は好きかもしれませんけど、まあ、弱点といえばねやっぱちょっとね、この角張ってるので手に当たる部分がね痛いかなというところですね。したがってこの手に当たる部分、カクカクの部分だけをね丸めたものが2番目になりますので、そちらをご紹介します。はい、これがね2番目になります。見てわかる通りここがね丸いんです。なので先ほどと比べると全然ねこう角張り方が違うので、手に持った時に当たる部分がね、主に、この部分ですね、この3本の指とここの部分なんですけど、この部分がね非常にこう柔らかい感じがしますね。でここもねちょっと丸めておりますので、指でねこう持つ時に、柔らかい感じがするというところがねやっぱさっきと違って、もう持ち触り持った感じはねもう抜群に良くなります。はい、ただくるくる転がらないようにするためにこの部分だけはですね平らにしております。あえて、削っておりません。したがってこういう風に置いた時には回らないという安定感はありますね。でここからさらに改善して、その安定感を高めるということであったり、その持ちやすさをもう少し追求したのが3番目のパターンになりますので、そちらをご紹介したいと思います。はい、こちらが3番目になります。もう全然形状が違っているのがわかるでしょうか。先ほどの分と比べますと、まず大きく違うのはここのですね部分がこうえぐれてることですね。えぐれてます。これは何かっていうと、持つ時に指をですね引っ掛けやすいんですね。ということでさっきと比べたらこの部分がねよりぴったりと、はまる感じになります。合わせてここの部分ですね、ここも、肉があるんですけど、当たる部分がこういうね、何かの昆虫のお尻みたいな、そんな形に見えますので、ちょっとクワガタっぽいんですけど、そういうね、よりここが持った時に手へ優しく当たる感じ、持ち心地がいい。あとですね、ここの部分とここの部分2箇所を支点にして地面に止まりますので、先ほどのものはねこちらが丸かったんですけど、そうじゃないのでこちらについてはより安定感のある形となっております。まあ、ある意味ね理想的な形の一つじゃないかなと思って大変気に入っております。ここまで合理的機能的になるとね、もう使い勝手は本当にいいと思うんですけど、ただもう少しねこう武骨な雰囲気というか、なんかそういうものを楽しみたいなと思って作ったのが4つ目になります。はい、こちらが4番目ですね。今度はその武骨さを残すためになるべく角の部分は落とさないまま残してあります。はい、ただ手に当たる部分だけはですね丸めてますので、例えばここの部分ですね、ここはやっぱり手の肉が当たるのでここですねこう丸めてますというふうにね、あとここも指でこう持ちますので丸めてます。こちら側は四角いんですけど、こちら側は丸くすることによって非常に持ちやすいです。あと裏側もですね先ほどとちょっと違ってまして、ここが斜めになってます。はい、先ほどはですねここはもう単純にまっすぐにねここと平行にね削ったんですけど、こちらは少し右下がりの斜めにしてます。それは手で持った時にこういう形にフィットするからなんです。だから斜めにした方が右手で持つんだったらねよりフィットします。あと合わせてここはですね四角いままなんですけど、ここはですね実はだいぶ削ってます。先ほどはですねこちらもこちらも特に削ってはなくて、同じね勾配で平らに緩やかにしたんですけど、こちらについてはですねここの部分はこちらに比べたら削り取ってまして、それはもうねお分かりかと思いますが、この3本指で掴むときにここが削ってるとより持ちやすいからです。
こっち側は四角いままの方がいいんです。ちょうど指の関節のところに来ますのでね、はい、そういう形で、まあ武骨さと、持ちやすさと、まあ雰囲気というね、そういうものをね一緒に残したのがこの4番目になります。まあ1番もしかしたらこれを使うことになるかもしれませんね、というふうに思ってます。でここで基本に返って元からついてるグリップに近いものもね作ってみたので、そちらも5番目に紹介します。はい、これが5番目ですね。こちらちょっとね貫通してしまってるんで見えてるんですけど、まあねやっぱりこのグリップは一番こう可愛くて万能だなと。まあ右手でも左手も持てるし、見た目がねやっぱりこう可愛らしい感じがないですか。私はねこれ作ってみて改めて、やっぱこういう基本的なデザインってかな、ユニバーサルデザインっていうんですかね、こういうものっていうのは飽きないなという気がしてますので、まあ実際にはね使っていくうちに結局これに戻ってくるかもしれませんっていうふうに思っております。はい、そんなデザインですね。けど元のものと比べたらね、やっぱこうなすび状のですね、こういう形っていうのは持ちやすいし、最初のものよりもやっぱね私の手が大きい分太いので、まあ随分持ちやすくなりましたから、買ってきたのとはね全然感じが違います。そういうところはね結局 DIY ならではの良さなんですけどね、いいものができたんじゃないかなと思います。はい、以上ね5種類紹介しました。ちなみに木の表面を水や汚れから保護するためには塗装をしてみます。試しにやってみたのがこちらです。これはステイン系のボールナッツ色で塗ってみました。ステインなので木目が見えてて綺麗です。使っていきながらこういうものが良ければこういう風にしてみるのもいいかなという風に思ってます。以上となりますが、今回の動画いかがだったでしょうか。いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。作ってしまえばね完成ということで魅力的なものができて満足なんですけど、楽しいのはですねやっぱりこう作ってる途中ですね。まあそれがね私が DIY 動画を中心に配信させてもらってる理由なんですけど、まあその作る過程をね楽しんでいただければ本当に嬉しいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。